手が、手がどうかしたの？手が荒れてきたわ。すっごい荒くれてきたわ。ああもうこれは荒ぶってるまであるわ。大げさね。冒険者やってるんだから肌荒れとかいちいち気にしてられないでしょ。かあ、いかんよそういうの。俺のようにね、心に常に乙女を宿してないと。まるで君が乙女みたいな言い方なんだけど。まあある意味乙女かもわからんね。性乙女かもわからんね。そう、うざかわいい系だから俺。ちょっと鬱陶しいと思うかもしれないけど、いなくなって初めてわかる大切な存在だから。割とどうでもいいんだけど、ヒールいる？いや、そんなね、何でも回復魔法をかけたら元通りって思われてもね。一度壊れたら戻らないものだってあるよ。俺の肌の潤いとか。なんなのよ、もうめんどくさい。ていうか、いつもと変わらない手に見えるんだけど。いや、違うね。来てみて触ってみんなの肉球。この針、つや。うまいじゃない。全然わかんない。わかんないか。こういう繊細なことわからない系だったか。君の手は硬っ。超硬いね。何これ、毎日岩でもついてるのかい。感謝の聖剣好き1万回してるのかい。私は魔法使いだったの。格闘家でもないのに素手で岩なんかつかないよ。ま、格闘家なんていないけどな、この世界。あ、そういえば聖剣好きで思い出したけど、武器にも属性があるんやで。この前言ってた5個の属性とか、そのあたりのこと。私の手が火属性だったりするの？君のその手が真っ赤に燃えんの？違うよ、属性は属性でも武器属性な。武器はそれぞれ斬か突か王のどれかを持ってるんだよ。剣とかが斬？そうそう、で、槍とかは突な。なる、となると本とかが王なのね。そのまんまだけど。そうなるね。まあ、だいたい見た感じのまんまだよな。物理攻撃で妙にダメージが多かったり少なかったりするのは、この辺が関係してる場合が多いね。どの魔物がどの属性に強いとか弱いとか、全然覚えきれる気がしない。はい、そういう時こそライブラの出番ってわけ。一度封印書を作れば敵の体勢とかもライブラの書で一目瞭然だしな。そっか、じゃあその辺の指示は任せた。めんどいから。まあ君はほとんど魔法でしか攻撃しないから武器属性あんま関係ないけどな。でもほら、私のこの手とかすっごく残属性っぽくない？武器なくても戦えるかな。確かに割とキレが良さそうではある。ペギー族の主刀は全てを切り裂く。いいじゃない、これちょっといいんじゃない。いやでもベアード族の手の方がいいだろう。肉球あるし超柔らけえよ。触れたもの全てを癒しちゃう系っていうか、アニマルテラピー。大人から子供まで見境なく癒していきますわ。まあそんなベアード族の手の中でも俺の手は特別すごいよ。温室育ちだからさ。あ、温室じゃねえや、室内な、室内グマな。折り入り息子ってやつな。なんか犯罪者。こっちから話を振っといてあれだけど、ダンジョン攻略全く関係ない話だね。いや、そんなことねえよ。武器を外して素手になるメリットあるんだぜ。え、素早くなるとか。え、あ、はい、そうですけど。なんで知ってんの。いや、そのまんまの感想なんだけど、軽くなって素早くなるんじゃないの。まあ、要するにそうなんだけど。そうなんですけど。でも、前衛系だと素手にしたら攻撃できなくなっちゃうから、魔法主体のクラスや支援系なら活用できるのかな。はあ、そうなんだ。
なんじゃないんですか。なんで拗ねてんの。別に、まあ、でもすでにすると確かに行動とか魔法の栄翔は早くなるかもしれないけど、その分魔法の威力が下がったりしちゃうんじゃないですかね。あーそうね、杖とか本とか持ってたらその分ステータス上がってるもんね。これは微妙な感じかな。ぶっちゃけ素では弱体されたから、そんな素早くなるかっていうとそれほどでもないって感じだな。むしろ遅くなったりしてな。栄翔時間がイントやレス依存になったのもあるし、両方には十分なご注意をって感じだな。それより君今操作ですじゃん。ダガーと杖どっちも装備できるけど、どっちの方がしっくりくる。どうだろう、よくわかんないけど、なんとなく杖の方がしっくりくるような。そうなんだよ、ソーサレスは杖が得意武器やからな。杖装備時にボーナスがついてるんだよ。へえ、そういうのもあるんだ。じゃあクラスによってそれぞれなんか得意武器があるの。パラディンは盾が得意だったり、バーサーカーは斧が得意だったりな。ま、自分のクラスに合った武器がおすすめってことだよ、結局は。なるほど。まあ、でもよく使うスキルに合わせて装備チョイスしてたら勝手にボーナスついてそうね。そうかもね。ところで君、操作ですから次何のクラスにチェンジすんの。そろそろレベル30だよね。攻撃魔法特化にしたいけど、ソロじゃきつそうだしな。君がミートシールドのパッシブスキルを使ってくれればいいんだけどな。ちらっ。そんなスキルないし、直訳すると肉盾で、さらに訳すると死ねってことじゃないですか。やだせて。
私もっと頑張るからね。ちくしょう、賞金首で返り討ちに遭うとは、あたいも焼きが回ったもんだ。誰が賞金首だ。あんたたちに決まってるだろ。はあ、数々の魔物を動けなくさせ、身ぐるみ剥がして誘拐していく残虐非道なメガネども、あたいたちの業界じゃ知らない奴はいない極悪だ。言われると気が引けるんだが、ありていに言えばその通りだ。あんた全然気が引けてないだろ。ならば逆に言うぞ、俺たちの立場からするとお前たちは犯罪を犯している。障害と威力業務妨害、ここが利休の敷地であることを考えると不法侵入も追加される。ということで捕まえさせてもらう。ちょっとブリード、どういうこと。さっきエルトリシア姫がいらっしゃって、あなたたちの討伐隊に加入するからヨシナにとかおっしゃってるんだけど。そのままの意味ですよ。ルーセリ宮で会ったんです。ルーセリ宮で？それで女王、いえ悪霊について姫は何か言ってた？いや全く。利休にある剣を取りに来ただけみたいですよ。そうならよかった。いえ何でもないわ。さ、引き続き討伐よろしくね。あら、まだ何か？いや、ちょっとあんたと話がしたくてな。いいけど、私は忙しいの。手短にお願いね。あんた、一体どうしたんだ？最近何かおかしいぞ。疲れてるんなら少し休んだ方がいい。無理なら俺が上に掛け合ってやる。私がおかしい？そんなこと。何をって、記憶がないのか。どうしたんだよ、しっかりしろ。ごめんなさい、もう大丈夫。大丈夫って、さっきの苦しみ方普通じゃなかったぞ。あの時の後遺症が残ってるみたいなのけど、このことは誰にも言わないで。みんなが心配をかけたくないから。わかった。だけど頼むから無茶しないでくれよ。優しいのね。いい、私のこと気遣ってくれてありがとう。だけど大丈夫、
こういう風になるのはほんのためにだけだから。それじゃあ私は館長室へ戻ります。あなたは引き続きダンジョン探索をお願いね。おい、本当に平気なのかよ。見ての通り、私はいつも通り。異常なんてないわ。それよりあなたの方こそ気をつけなさい。ルーセリキューの霊は手ごわいわよ。いつも通りか。まさかエルトリシア殿下が討伐隊に入られるなんて。せっかく姫の側近に抜擢してあげたのに。この討伐隊の方を選んだのはあなたでしょ、メルビー。それに、その長ったらしい呼び方はやめなさい。今の姫は王女じゃなくてあなたの仲間よ。ならお前、今からエルでいいな。フリード様、それは姫様に対していささか失礼な呼び名かと思われます。いいのよ、イスト。この男のブレぶりにも慣れたわ。それに、その呼び名はなかなか気に入ったわ。今日から他のみんなもエルと呼ぶように。分かったわね、メルビー。エルでいいんだよ、エルで。じゃあ、エル様。メルビー様の心拍数が200を超えています。これが限界のようですが、いかがでしょう。